だいま。お手拭きにゴミ捨て用のポリ袋、お皿、必要なものは全部揃ったかな。何してるの？あ、真冬、おかえり。ホワイトデーの準備をしてたんだ。今度お茶会を開こうと思ってて、いつも頑張ってるみんなに少しでもリラックスしてほしくて。そうなんだ。うん、それで真冬もどうかな。私は別に大丈夫。リラックスしてるかはわからないけど、ここにいるだけで落ち着くから。そっか、わかった。実は真冬の分のお茶も選んであるんだ。だから気が向いたら顔を出してくれると嬉しいな。あ、無理しなくても大丈夫だよ。お茶碗持ち帰るから家で入れてもいいし。そのお茶会どこでやるの？野々木公園だよ。うん、考えてみる。わかった。ありがとう。